ノルウェージャンドーンは、ノルウェージャイクルーズラインが運行する、クルーズ客船。ドイツのマイヤーベルフトで建造され、2002年12月4日に、竣工、12月7日に、諸女航海へ出航した。12月16日、ニューヨークへ到着した元船は、マンハッタンで女優のキム・キャトラルにより命名された。本船は当初、スーパースター・スコーピオとして、 スタークルーズが運行する予定であったが、参加のノルウェージアイクルーズラインへ配線されることとなり、船名も変更された。2011年に、船内配置の変更を含む改装を行い、大規模なオーバーホールを受けている。ノルウェージャンスターの同系2番線として建造された。同様のレストラン、バー、エンターテイメント、8デッキに及ぶ、吹き抜け構造のアトリウムを備える。 本船固有の設備として、ガーデンビラステートルームが新たに設置されている。2005年4月16日、公天のジョージア州沖を航行中、波高約21メートルの大波に3度にわたり遭遇した。3番目の波により9デッキ及び10デッキの複数の窓が損傷、いくつかのデッキに浸水した。船の損傷は警備ですぐに修復されたが、4人の 乗客が軽傷を負った。2009年11月27日、カリブ海クルーズの帰路、マイアミへ向かって航行中、全電源が失われ漂流した。アメリカ沿岸警備隊の選定とヘリコプターが支援のために現場に派遣された。2000名以上の乗客が乗船していたが、気温29度、湿度67%の環境で、水、電気、 空調の供給が絶たれ、トイレも使用できない状態となった。応急処置により一部復旧した後、プエルトリコのサンフアンへ入港し、修理のため、マイアミまでの予定はキャンセルされた。2010年8月27日、エンジントラブルにより、予定より早くバミューダを立って、低速でニューヨークに寄港した。2013年8月24日、夕方、エンジントラブルにより、 船内の電源が失われた。照明はほとんどすぐに復旧したが、約2時間の間、大西洋を漂流した。修理は順調に進められ、夜のイベントは予定通り開催され、翌朝予定通りバミューダに到着した。2015年5月19日、バミューダを出港直後に座礁した。事故原因は、火事の軽微な故障により、航路を外れたためであった。 6時間後の満潮を待って離床し、水中調査により船底に損傷がないことを確認した上でボストンに向かった。ありがとうございます。